い、それでは4つ目のミッションを行いたいと思います。はい、はい、じゃあ4つ目のミッションはキシモンお願いします。はい、じゃん、竹の間伐体験&切った竹で工作しよう。イエーイ、工作。そうですね、この公園って結構あの竹が多いイメージがあります。確かに多いね、多かったです。あの今は竹があるとことないとことあるんですけど、もともとはこの周りほとんど竹でした。そうなんですね。公園の木を育てる作業と思って、はい、あの竹の間伐体験してもらえたらと思います。おお、なるほど。竹を切るのもね、この公園作りには欠かせない作業なんですね。そうなんです。なんであの竹を切ってもらって、でただ切るだけじゃなくって、その切った竹で楽しんでもらおうということで工作をしてもらえたらいいかなと思います。みんなで早速竹を切りましょう。はい、この竹を切ってもらいます。はい、行くよ、行きますよ。あ、すごい、切れた、切れました。あ、すごい、はい、行きます。 OK、 今話して、はい、取ってください。よっしゃ、ノコノコして、ノコ外して。さっき切ってみて、意外と思ってた以上にこう切れなくて、やっぱ慣れてる方だとさーってこう、ね、すぐ。師匠めっちゃ早かったです。早いのに自分で切ってみると、やっぱ刃の向きとかが全然わからなくて、うまく切れなかったです。でも女神千世さんめっちゃ早かったよね。すごい早かった。千世めっちゃ早くてびっくりしました。そうほら来た。切れた、切れました、はい、上手、やった上手、イエーイ。ここならすぐ取れそうですね。あ、これすごい、これすごいですよ、だってこんなんですよ。これさ、両肩にこうやって乗っけて歩けそう。職人感出てるのかな。結構でも重いね。ね、意外と重量感ある。そしたら今からあの竹の工作をしてもらいます。はい。はい、さっき切ってもらったやつをノコギリでまた切って、こういった。コップであるとか、あの入れ物を作ってもらいます。はい、早い、あれ、なんかリコちゃん早くないですか、びっくりした今。おわ、早い、意外と綺麗かもしれない。ということで、4つ目のミッション、竹の間伐体験と切った竹で工作しよう、ミッション達成しました。イエーイ、できました。最後のミッションは椿の棚の看板を作ろうです。おー、椿の棚、ぴったりだね。そうだね、嬉しい。ということで、ここにあるので作っていきましょうか。イエーイ、やった、いきましょう。椿の棚でもインパクトもあるよね。ある、確かに。あ、かわいい、来た、買っちゃうか。よし、買っちゃいます。
あでもやっぱり岸もいい感じ。本当にありがとう。こっちから見るとね、いい感じよ。やっぱ白の縁あると見やすいね。よし。よしよし。お。この辺。行けよ。うん。できたこのね、字はね、ちょっと目立たせようと思って、うん、見やすくしようと思って、うん、ちょっとね、白い縁を、ね、つけました。で、ピンクはやっぱり椿の棚っていうことで椿の 色をイメージして、うん、花の、そう、あの背景に結構お花がいっぱいあるんですよ。だからね、椿の棚に、この椿の棚のこの背景にね、華やかになったよね、うん、なんか5人でお花はもうそれぞれ自由に描いたので、いろんなお花があります、うん、じゃあ早速椿棚に行きましょう。はい、はい、すごいね、椿がたくさん咲いてるの。たくさん咲いてる、綺麗。はい、ここにこの椿の棚の看板を飾らせていただきます。はい、はい、皆さん、ぜひね、そうですね、うん、皆さんぜひこの公園に来て、この椿の棚とここで写真を撮ってみてください。はい、じゃあ私たちも記念撮影する。しましょう。というわけで最後のミッション、椿の棚の看板を作ろう、ミッション達成です。イエーイ、やったー、達成しました。というわけで今日のミッションは全て達成して、はい、終了しました。よかったよかった、ね、今日一日やってきたけど、はい、どうだった？なんか普段こうできないようなことを、うん、今日こうやって体験することができて、うんうんうん、こう大阪の自然の一部にこう触れ合うことができて、すごく嬉しいなって思います。なんかなんだろう、あの今の季節だと咲いてない花とかもあるから、その咲いてる季節にもう一回来てみたいなとも思うし、うん、あと何年後かにはその果物とかもできてるかもしれないっていうことで、ね、もうなんか何ヶ月後にも一回来てみたいし、何年後にももう一回来てみたいなって思える公園だなっていうふうに思いました。私大阪府出身ですが、うん、ここには初めて来て、うん、やっぱり普通になんかいつも街歩いてるだけだと風の音とビューンだけじゃないですか、うん、でも風吹くとなんか木まで揺れてる音も聞こえてきたりだとか、うん、今も聞こえてますが鳥の鳴き声だったりとかがずっと聞こえてきてて、うん、あすごくとても素敵な場所だなって思ったら、自給自足っていうのは、うん、はあ、大切だし、今のうちに学んでおいて、私も今受け継いで、もっと私の後の世代の人にもなんか言い伝えていけたらいいなっていうふうに感じました、うん。はい、この公園はあの地域の方々と一緒に作り上げていくということで、子どもから大人まで本当に自然と触れ合える場所だなと思うので、うん、本当に私も今回自然とたくさん触れ合えてすごく楽しかったです。パークレンジャーの方がなんかこの場所はこっちのパークレンジャーの方々も来る方々もみんな笑顔で生き生きとできる場所って言ってたんですけど、本当にその通りで、パークレンジャーの方も生き生きとしながら教えてくださったし、私たちも今日は生き生きと楽しく学ぶことができたので、今日は来れてよかったなと思いました。よかったです、楽しかったです。本日私たちが経験したような活動がグリーンウェーブの活動期間に、こちらの施設でも大阪の方で30以上の団体でも、また全国でも活動がしているので、ぜひ皆さん、あの木を植える活動であったり、生き物のために環境を整える活動がしていますので、グリーンウェーブの期間中にぜひいろんな活動に訪れてみてください。ぜひ参加してみてください。参加しましょう。というわけで、遊ぶ、暮らす、育てる里山里海エコ2018は3月31日と4月1日に神奈川県のパシフィコ横浜にて開催されます。入場無料となっていますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それではパシフィコ横浜にてお会いしましょう。さようなら。